ヘンリー・チャールズ・ハンク・カシワは、1972年、冬季オリンピックに出場したアメリカ合衆国のもと、アルペンスキーレーサーである。カシワは、ニューヨークのオールドフォージにある故郷のマッコーリーマウンテンでスキーをすることを学んだ。彼は、コロラド大学に進学し、その後2年間は、米陸軍スキーチームのメンバーだった。1967年から1972年まで、彼は、 米国のスキーチームに所属し、1969年に米国国立スキーレースのタイトルを獲得した。彼はフランスのグルノーブルでの1968年の冬季オリンピックで米国チームの補欠だった。1968年から1971年まで、カシワはワールドカップサーキットでスキーをプレイし、上位6位までフィニッシュした。 カシワは1972年の札幌冬季オリンピックで米国チームに参戦した後、1972年から81年にかけてプロサーキットに出演し、1975年にワールドプロタイトルを獲得した。コンテストを引退した後、カシワはテレビでスキー解説者として長いキャリアを積んでいた。また、コロラドのスキーメーカーであるボラントスキーズの社長にも、 就任した。その後、モントナシュビッグスカイ近くのイエローストーンクラブのマーケティング担当副社長を務めた。ありがとうございます。